東日本旅客鉄道、横浜市交通局の駅である。東海道新幹線開業時、在来線である横浜線との交点に当駅が設けられた。当時、当駅周辺は一面の田園地帯であり、横浜線は単線で列車本数も少なく、新幹線も各駅停車のこだましか停車しなかった。しかし、開業後の当駅周辺の発展は目覚ましく、徐々に速達列車の光の停車本数が増え、横浜線も複線化されて、列車本数が増加し、1985年には、地下鉄の駅も延伸開業して、横浜市中心部へのアクセスが向上した。さらに1992年3月に新登場した、最速達列車、のぞみの停車本数の増加など、主要駅としての地位は、次第に高まり、2008年3月からは、新幹線の全営業列車が当駅に停車するようになった。駅名の新横浜は1975年より地名に採用されている。また、当駅周辺地区は横浜市における都心の一つである新横浜都心に指定されており、多くのオフィスビルホテルが立ち並ぶほか、横浜アリーナや横浜国際総合競技場からも近い。横浜市の代表駅、横浜駅までは、JR 横浜線は、快速が3駅、各駅停車が4駅、横浜市営地下鉄は、快速がノンストップとなる1駅、普通が5駅である。JR 横浜線は、日中時間帯に運行される快速については、全列車が、横浜駅方面へ直通しているが、各駅停車は朝夕を中心に、東神奈川駅で、京浜東北線への乗り換えが必要な場合が多い。JR 新横浜駅の事務官コードは46145となっている。JR 東海の東海道新幹線、JR 東日本の横浜線、横浜市営地下鉄のブルーラインの3路線が乗り入れている。このうち、横浜線と横浜市営地下鉄ブルーラインの駅には、駅番号が付与されている。JR 東海、JR 東日本の駅は、特定特市内制度における、横浜市内に属する。また、東海道新幹線の駅の営業キロは、横浜駅を準用している。このため、当駅から東海道新幹線を利用した場合、横浜駅から在来線に乗車したものと同じ、キロ数で計算される。なお、新幹線経由での品川駅沿、小田原駅沿の乗車券を所持している場合で、当駅で乗り下車して、東海道本線新小安駅、鶴見駅経由などを経由する場合、横浜線あたり駅東神奈川駅間の乗車券が別途必要となる。これは、新幹線経由が在来線の東海道本線経由と同一経路扱いであるためである。なお、品川駅沿小田原駅沿の乗車券を、在来線経由で指定した場合、横浜線の同区間も乗車でき、また当駅での新幹線への乗り継ぎも可能となる。一方、当駅小田原駅沿の乗車券の場合、当駅新幹線経由、または東神奈川駅東海道本線経由の選択となる。また、当駅を経由する相模鉄道、東急電鉄が開業予定である。駅周辺の白黒空中写真。右上が、東京方面国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成横浜線と横浜市営地下鉄は、駅の横浜寄りでほぼ直角に交差している。東海道新幹線は、両線と斜めに交差している。1987年の国鉄分割民営化以降、駅舎は、JR 東海の所有。管理であるが、業務については1990年代より、横浜線ホームと篠原口出改札業務、券売機が JR 東日本の担当に移行した。JR 全線切符売り場は JR 東海が営業する窓口のみとなっている。東海道新幹線は、島式ホーム2面4線を有する高架駅である。現在は、すべての営業列車が停車するが、主本線である 2.3 番線は2008年3月まで時速 200km 以上で通過する列車があったため、ホームには熱海駅と同形式で開閉時にメロディが流れるハーフハイト式ホームドアが設置されている。その後、ホームドアの老朽化とホーム幅の拡大を理由、目的に2番線及び3番線のホームドアの取り替えが行われ、2番線は2010年3月に、3番線は同年7月に取り替え完了した。なお、1番線と4番線は通過列車がないため転落防止柵のみ設置されていたが、その後この2線にもホームドアが設置され、2017年3月から4番線で、2018年3月から1番線で、それぞれ稼働している。新幹線ホームは、一部相互発着という手法で、列車を入線、出発させている。また、朝6時台には当駅始発で、広島行きのひかり533号が1本ある。2008年3月ダイヤ改正以前は、新大阪駅発着の一部の、のぞみと、ひかりが通過していた参照。かつては、主本線の 2.3 番線を、のぞみと、ひかりが、対比線の 1.4 番線を、こだまが使用することを基本としていた。現在、1.4 番線は、基本的に、のぞみが使用し、ひかりと、こだまは一部列車を除き 2.3 番線を使用する。新幹線通勤の利用に対応するため、平日の9時までに当駅を発車する、上り列車に限り、新幹線定期券や自由席特急券で普通車、指定席の空席に座ることができる、特例措置をとっている。横浜線は、島式ホーム一面2線を有する地上駅で、橋上駅舎を有している。すべての営業列車が停車する。乗り場の番号は、東海道新幹線。横浜線の続き番号となっている。北側から以下の通りである。駅構内設備島式ホーム一面2線を有する地下駅である。ホームは地下2階にある。副名称はビッグカメラ新横浜店前。新和方面に Y 字型引き上げ線があり、早朝に当駅発着の列車もある。2007年4月21日にホームドアの使用を開始した。駅長、副駅長所在駅。新横浜管区駅として新羽、片倉町間を管理している。乗り場上表の路線名は、旅客案内上の名称で記載している。1993年3月18日の、当駅あざみ野駅間の延伸開業までは、1番線は乗車専用、2番線は降車専用となり、電流線を引き上げ線として使用していた。2014年7月10日より、発車メロディが横浜 F マリノスの応援歌 We Are F マリノスに変更された。1番線はサビ部分、2番線は歌い出し部分が流れる。主な駅弁は下記の通り。おおむね増加傾向にある。近年の1日平均乗降人員推移は下記の通り。駅北側篠原口周辺駅ビルのある北側は、バスターミナルが整備され、幹線道路の環状2号線が駅前を通る。周囲には、オフィスビルが連なり、新横浜プリンスホテルや、横浜アリーナといった、新横浜の主要スポットが集まる。一方、駅南側の篠原口はすぐ近くに、山が迫っており、北口とは対照的にオフィスや商業施設は非常に少ない。住宅地や駐車場、空き地が広がる。地下鉄出口周辺施設新横浜駅北口にあるバスターミナルに以下の路線が乗り入れる。バスターミナルは1から6番乗り場で1つの島、7から10番乗り場で1つの島で合計2つの島からなる。ただし、6.10 番乗り場は降車専用で、発車するバスはない。島同士の連絡には、横断歩道や階段、エレベーターがある。神奈川東部方面線のうち、相鉄、JR 直通線の、羽沢横浜国大駅と、東急電鉄日吉駅を結ぶ相鉄、東急直通線の駅として、鉄道建設、運輸施設整備支援機構によって建設が進められており、北口を通る環状2号の地下に、横浜市営地下鉄ブルーラインと交差するように駅が設置される。完成すると当駅を経由して、相鉄本線二俣川方面と、東急東横線渋谷、目黒線目黒方面が乗り換えなしで結ばれ、東京都心方面、圏央方面との間の利便性が向上する。駅構造は、島式ホーム2面3線を予定しており、中線を使用して、当駅始発、東急線方面への列車設定や、輸送障害発生時における相鉄、東急双方への折り返し列車の設定ができるように、する計画である。また、新横浜駅第5出入口が、同直通線の整備に支障をきたすため、隣の空き地への移設工事を行っている。2018年12月に当駅が、相鉄、東急両社の接続点となり、羽沢横浜国大を経由した西谷駅方面が、相鉄運営の相鉄新横浜線、新綱島を経由した日吉駅方面が、東急運営の東急新横浜線と発表されている。注釈出典報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。